演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしらファミリーマート焼き鳥にんにく桃谷を食べる。にんにくが直接刺さってるんですね。こういうの初めて見ました。ではいただきたいと思います。どんな味のスタミナつきそうですか。ニンニクの癖が強すぎる。ニンニクを直に突き刺しているライターさんはどういますか。正直あれだけの量はいらないかなと思いました。ニンニクはほんのわずかな量を香り付けにつけるからこそいいのかもしれません。正直強烈癖がありすぎてタレでもごまかしきれない部分がありますからね。そこで好みがかなり分かれそうなので自分はこちらの評価とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部全員パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。